子供の頃より両親から型にはまった育て方をされると、お教室の先生になっても自分の生徒に対してやはり同じように型にはめようとします。先生の型にはまらない生徒に対しては、その場では先生はニコニコしていますが、無意識の中ではその生徒に対して自分を否定されたと思い、敵意を持ちます。だから、たとえ優しくその生徒に先生が接していても、なんとなく嫌な感じが伝わってきます。そうなると、その生徒に対して丁寧すぎる、優しすぎる、または厳しすぎるという極端な行動に出てしまうのです。先生の無意識の中に、あなたがそこにいるから私は嬉しいという気持ちがあれば、たとえ厳しいことを言っても、その生徒は先生を受け入れます。しかし、無意識の中にその生徒への敵対心を持っていると、先生が自分をどう思っているのか生徒はわからなくなり、このお教室に通って良いものか迷います。つまり、生徒は先生の本心を見抜き、また先生も見破られてしまったが、やめては欲しくはない。これだけあなたを教えたから、面倒を見てあげたから、この私を受け入れてやめたりしないわよね、と生徒に甘え、先生と生徒の立場逆転を演じてしまい、その結果やがて生徒はお教室から去ってしまうのです。先生自身に不安があると、無意識にその生徒の行動や生活パターンに批判的になり、変えようとします。生徒がなかなかお稽古を覚えてくれないと、イライラしてくるのです。実は私も茶道のスイッチが入る前は、社中で一番出来の悪い生徒でしたが、先生はそのような私にいつも頼もしい、これからが頼もしいと言ってくださいました。親は私を見捨てても、妻と先生だけは私を認めてくれたのです。私の茶道の先生が98歳で亡くなる前に、立川くんならできると言われ、茶道具一式をいただき、それが私の茶道の先生としてのスタートでした。今から11年前です。最初は一人のお弟子さんから始め、今は100人を超え、茶名以上の生徒が20名を超えました。先生から学んだことは、生徒への愛情は無償であり、条件があってはいけない無条件の愛でした。先生自身に不安があれば、優れた生徒が入ってきて豊富な知識を披露されると、その生徒を鬱陶しく思い、出来の悪い生徒の方を可愛がってしまいます。優秀な生徒もそうでない生徒も、その人の能力を高めることができれば、初めて先生と言えます。それには私生活が大切です。生きているのが楽しくて、夫との仲が良ければ、どんな生徒に対しても嫌な気持ちや不安になったりはしません。たとえ嫌な気持ちになっても、祈りの場所が家庭であるから、嫌な気持ちは家庭の中で浄化されます。そして不思議なことに、先生の精神のレベルに合った生徒が入門してきます。だから先生としての腕をもっともっと磨いていこう。自分自身をもっともっと高めていこう。新しい自分を発見していこう。このように前向きに向かっていくとき、その先生から輝くオーラを発します。問題は生徒ではないのです。
先生自身の心のあり方に問題があります。生徒は自分に持っていない輝くオーラに惹かれて先生についてきます。このオーラは茶道に限らずお教室の先生すべてに必要とします。お教室での先生の心、生徒の心、嫌われる先生と好かれる先生、いかがでしたでしょうか。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。立川草花でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。